次は中村八大作曲「遠くへ行きたい」です。この作品は1962年 NHK 総合テレビ「夢で会いましょう」の今月の歌として作られ、その後1970年10月にスタートした旅番組「遠くへ行きたい」のテーマ曲として使用されました。この番組は今年で47年というご長寿番組となりました。テーマ曲はさまざまな人が歌いましたが、一度も変わらず使用され続けております。本日は吹奏楽版にアレンジされた作品をお聴きいただきたいと思います。それでは遠くへ行きたいです。Thank you.